瀬戸康史のゲーム実況。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史のゲーム実況チャンネルへようこそ。今回はですね、パズドラなんですけど、僕じゃなくてですね、いつもパズドラを日々頑張っている静江さんがですね、ついに初めての究極進化をやるということで、その記念ということで今回動画を撮らさせていただきます。僕もね、実際その究極進化するとこ見たことないので、見てみたいなと思って、その記念すべき瞬間です。ということで画面はこちら。今これちょっとモンスターボックスがいっぱいってなってますけど、まずどうしましょうかね。誰を究極進化させるのか見せてください。こちら、愛病神マセトね。ちょっとそれ、もねもねすんなよ。バステトですね。まあ、喜びが溢れてますよね。今のホームボタンの動き。このバステトは、一回進化してます。こいつに特定のモンスターをパワーアップ合成で、掛け合わせてやると、究極進化するということで、そのモンスターはどこにあるかっていうと、はい、こちらでございます。こいつね、パワーアップ合成ってところに書いてあるこの5匹のモンスターを掛け合わせると、普通はパワーアップする経験値もらえるだけなのに、なんか、究極進化が起こるということらしいです。では、行きましょう。そいつバステトパワーアップ合成で、バステトの進化版を選んで、ここに、まとめて追加で、どうぞ。おーい、来るぜ、ついに。で、最後は、虹、虹ね。え、その上上。はい、虹。で、お、そうするとですね、これ、合成開始のとこ見てください。これ、普段は、緑と白で普通に点滅してるだけなんだけど、今この合成開始のところはなんか、うわん、うわん、うわんってなってね、ほら、静江さんも喜んでる。静江さんの魂が喜んでる。静江さんの魂喜んでる。あれ、静江さんですからね、白いの。ね。ということで、では、行ってください。せーのって言って。はい、はい。せーの。お、来ました。ここから、はい。お、え、ああ、通常合成と究極進化選べるんだ。通常合成いきますか。喜んでます、怒ってます。合成により新たな能力を手に入れそう。進化させますか。おお、いけ。本当に進化させてもよろしいですか。本当にそれでいいんですか。いけいけ、競争の愛病神バステト、いけ。音楽が奏でられてますね、これ奏でられた。いや、これ、あ、そうか、経験値ももらえるんだ。どんだけ分かんだろう。おーおーおー、連打連打連打、めっちゃ俺よ、めっちゃ俺よ。あ、いたいたいた。出ました。チームコストがオーバーしてしまいました。チーム編成をしてくださいということでですね、これさっきの普通の進化版バステトの場合はコストが25だったんだね。でもこれちょっとステータス見てもらっていいですか。はい、こいつのコスト35になりましたということで、コストが加算でしまってるわけですよね。まあそのチーム編成についてはまあ静江さんこれから考えるということで、まあ頑張ってくださいと。でスキルがね、リーダースキルは3ターンの間攻撃が全体攻撃、これは変わってないよね。あ、スキルね。で、リーダースキルは、キャットオーケストラ。4コンボ以上で攻撃が上がり、最大で4倍になる。これ、今までは 2.5。3だったの。2.5。2.5 だった。それが4倍になったの。4倍はでかいですよ。ただ、コストがね、35になっちゃったのが、あれです。だけど、普通属性になったのは。お、あ、そうか。光がついたんだ。なるほど。喜んでおります。喜んでおります。じゃあ、行きましょうか。次、右上にね、覚醒スキルっていうのがあるので、初めての覚醒スキルっていうね、僕もやったことないです。とりあえず玉ドラを入れればいいんだよね。同じモンスターか玉ドラを掛け合わせれば覚醒スキルが覚醒する。はい、やってみてください。さあね、初めてのこと尽くしでどうしゃすか。玉ドラちゃんを入れればいいんだよね。おお、いっぱいあるじゃん、玉ドラ。1個とりあえず言いましょうか。よし、これでいいのかね。お願いします。
シャスシャス覚醒すんの？あれあれおお能力覚醒やった。あ、1って出たんだ、それ。あーあー次の欲しいのは操作時間延長が欲しいんだよね、はい、操作時間、パズルの操作時間をね、動かせると。じゃあもう一回お願いします。お願いします。玉空ってすごい。てててて能力覚醒。いやーバステと強くなったね。イエーイ、やったじゃんかよ。ということで、初めての究極進化、そして覚醒スキルを覚醒させてみたという動画でございました。いやこういう風になってくるとね、コストとかもたくさんあって、モンスターのさ、選ぶあれも広がって面白くなってくるんだろうね。ランク83のしずえさんでございました。ちなみに私のランクはまた後日お伝えすることにします。それでは以上、瀬戸康史になります。ゲーム実況動画パズドラでした。じゃあのーにゃんにゃん。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。よろしくお願いします。